はい、今日もあなたと役所天国、本日は2月の24、土曜日ですか。今日は晴れましたね。風が強いですけど。さあさあ。よいしょ。さあ、育苗ね。もう春も、今日が2月の24、まだね、キャベツ。白菜があと1回か2回で終わりですね。キャベツはまだ巻いていきますけれどもね。こんな感じでレタス類、白菜ね。これが次のブロッコリーですね。これね、この辺がブロッコリー。あとでね、少し水あげます。で、今日のね、夜中にはもうこっち出なきゃいけないのでね、ちょっとたっぷりね、水をあげようかと思います。はい、ということで、よいしょ、ね、そろそろ来週ね、ズッキーニ植えようかなって感じですね。一番ってね、はい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 、今予約出てきてるもありますけど、ちょっと早いですけどね、まあやらんといかんですね。で、この辺が2番手のね、今日またキュウリ巻きますけれども、かぼちゃとかがね、出てきてるって感じですね。はい、予定通りですけどもね。はいはい、頑張りましょう。いや、しかし昨日は寒かったね。寒い寒いっていう感じでしたけどね。さあ、またね、今日の夜には出なきゃいけないのでね。はいはい、忙しいですよ。仕事はたっぷりありますしね。よいしょ。今日はでも晴れてよかったですね。関東は雪降ってないですよね。特に効いてないので大丈夫だと思うんですけど。よいしょ。さあ、これね、こうやって多分これが寒の戻りね。3月入ってもまたもうちょっと冷える時がね、あると思うんですけども。よいしょ。大丈夫ね。さあ、きゅうりね、2番手の種まきですね。はいはい。うわぁ、寒い。昨日は本当に寒かったね。実は昨日ね、動画1本ね、一番最初のやつがね、撮影できて撮れてなくてね。寒い寒いって一番ギャギャ言ってたやつが撮れてなかったっていう、そういう話なんですけど。キュウリの2番手ですね。量はそんなに多くないですね。キュウリに関してね、語ることはもうほとんどありませんね。はい、苗を作って植えて終わりですね。はい、まあ、いつも言いますけどね、野菜作りをね、難しく、まあ分かるんですよ。例えばね、こうやって YouTube を配信してると分かるんですけどね、ネタってなくなってくるんですよ。なので、いろんなネタをこうね、配信者っていうのを考えてやるんですけど、でも例えばじゃがいも栽培一つとってもね、毎年毎年1月2月それをやるわけじゃないですか。で、まあ正直言ってね、野菜作りでそんなに語ることってあるのかって話になってきてね、そんなにないんですよ。ないんですよ、ね。だけどもなんかね、まあネタとして必要だっていうこともあるのでね、いろんな形や角度ね、じゃがいも栽培一つとっても種芋の切り方とかね。だけど結論が言っちゃうとね、そんな難しい話ではないんですよね。で、多分ね、本当のプロがやっている難しい話 を例えば YouTube 動画上げてもほとんどは多分わからないと思いますよって話でね。例えばキュウリの作り方ね、じゃがいもの作り方ってそれはわかると思うんですけど、そこからね、さらに、畑全体を回すとかね、
皆さん家庭菜園やってる人だったら分かると思うんですけど、ね、年間15品目を、ね、12品目以上の野菜を常に畑にある状態にするにはどうしたらいいかって、多分これ話しても分からないと思うんですよね、はい、なので僕はあえてチラッとしか言ってないですけど、研修生とかに話したって、ね、1年以内であればちんぷんかんぷんなんですよね、うん、だから話してもしょうがないんですけど ただ野菜の作り方一つ一つっていうのは実はそんなにね難しいことっていうのは本当になくてね、うちなんかもきゅうりでいうとこうやって今日きゅうり巻いて苗ができてきて植えたら終わりなんですよね。地場栽培なので、あの仕立てはないし、もちろん剪定っていうかなんか節をどのこのとかってあるでしょ。でそれはあのいつも言うんですけど、あのそういうふうに仕立てて販売するねプロの方はそれでいいんですよ。そうしないと、ね、いけないわけですけど、家庭菜園とかね、私のようにこのセット野菜とかであればそこまでする必要は全くないわけですよね。なのでいつも言うんですけど、家庭菜園であればね、場所があるんでしたらもう地場へ一択なんですよね。なんか親づるとか子づるとかね、なんかあるじゃないですか。そういうのは一切する必要はないというのが、まあ我が農園のそのやり方なんであれですけど、まあそれを参考にしてもらえればね、でキュウリなんかそれでいくらでもバカバカできるわけなんですけど、なかなかね、ちょっと忙バタバタしててね、忙しくてね、今度ね、すいません、これは本当に受講生の方のみ、受講生の1期生の方に向けてね、たまたまなんですけどね、その1期生の方が今度割とちょっと近いところにいらっしゃるので、やり取りしてね、もしよかったら一回私の畑ね、その人もようやくね家庭菜園から始めて販売を始めてね、なんとか軌道に乗ってきましたっていう感じでね、おっしゃっていただいたんで、まだね3月の上旬くらいであれば私も時間取りますんで、よければ畑見学来ませんかっていうことでね、でそしたらもうね来られるということなので、だったらね1期生の方に限定でね、で人数もちょっとね何十人も来られても困りますので、何名か限定でという形でね、今度畑の見学会をね、講座を受けている方だけを対象にね、しかも1期生の方を対象に今回ね募集をかけさせていただきましたね。3月の上旬にやると思うんですけども、私の畑をねちらっとこうこれは一体何だろうと思いながら見るだけでもイメージが湧きやすいんですよね。でそれをコンパクトにするしてるだけのことなので、家庭すればいいだけのことなのね、家庭菜園はね、畑何枚もある中でいろんなものを作ってますけど、それを一畝ごとにこう小さくミニマムに落とし込んでばいくだけのことですから、ね、今回 の, そのメールいただいた方はようやくこう1日5000円ぐらいを今ようやくこう数字としては上がってきてますとね、これをだから頑張って1日1万円とね、してみれば、で週にね10日前後毎日ね、さすがに1万円は売るのは確かに難しいっていうのはね、直売所とかそれはそうだと思いますがね、それをだからよいしょね、週2回3回ぐらいね、やればそれが10日あればね10万円になるわけでしょっていう話でね、ようやくそこら辺でこう一月10万円っていうのは家庭菜園でね見えてくるわけですよね。で畑の広さはね、なんとか一旦ってはちょっと厳しい、おそらく家庭菜園だと一旦ってやっぱちょっと広すぎる、300坪ってね、これをだから5世、半分のね150坪とかね100坪あたりぐらいから、その辺の数字が出せるようになってくると可能性としては見えてくるわけですね。
で例えば月に10万の売り上げね、でこれまだアマチュアです。で月にね20万の売り上げね、それをまあ1単ないし2単とかで、まあ2単いかないかな、2単回すのは結構しんどいですからね、機械なくってね。だから月20万売れるようになるとようやくそこから先がプロの世界に入っていくんですね。だから頑張ってね、月20ぐらいの売り上げを20万ね安定して稼ぐことができるとちょっと先が見えてくるわけですよね。はい、僕がね研修生昔からのその研修生にね口酸っぱく言ってたのは、とにかくね自分で始めてね3年以内で月30万いなかったらやめときなって、そういう話なんですよね。はい、もうちょっと入れてもいいかな。これで浸るの待ちますね。最低も月20万もしね売れるようになれば、そこから先はね、そこから先がプロの領域に入ってきますので可能性があるよっていう話をね。でプロを目指すのであればやっぱり月30は売らないと、そこから先はもうないので30からがスタートですね。で逆に言うと独立してね研修をして3年、自分でやり始めて3年以内ぐらいに手取り30ね、月30万ぐらいが入ってこないってなれば、もう残念ながらやめた方がいいっていうのがね、それが僕の考えです。はい、実際まあそれぐらいだと思います。はい、30あればとりあえずは落ち着けるんですけどもね、はい、生活がままならないと思いますので。で結局ほら、設備投資をねしていったり、軽トラ買ったりね、トラクター買ったり管理機買ったりっていうことをどんどんやね、ぼちぼちやっていかなきゃいけないんで、ただこれもね過大な借金をするよりかは、こうやって売上からね少しずつね、今年1年終わってなんとかこの売上の中から管理機1台、管理機だったらね高くても中古であればまあ10万20万で買えますからっていうふうにして、少しずつこうやって設備投資をしていってね、で少しずつこうやって売り上げを立てていったその中でね、なんとかね、だから新規収納して5年ぐらいでね、一通り中古のトラクター軽トラね、管理機2、3台っていうのが5年ぐらい経ってね、手取りが40万ぐらい月にねってなると、だいぶ落ち着いてくるんですよね。で最終的にはこうやってねでかいハウスとかいろんなね例えば将来自分がもうその地域にいるってことであれば、どっちかって自分でね家を買うとかね、そういうことを考える段階に入ってくるとね、さらにこうそこからね新規収納して5年から10年の間にね、その辺をパンと決めていくことができれば、それでもうある意味一生安泰になるわけですね。ただねもちろんいろんなことがありますからね、天災があるしね、10年すればだいたい、いつも言ってますけど農業10年やってるとだいたいもう身体を伺わなきゃいけない事態っていうのは必ず来ますね。本当に大変だっていう、本当にね20年に1回の台風とかね、私も千葉時代に十何年いて1回来ましたよね、2019年ね、あれで小屋の屋根とか吹っ飛びましたけど、そんな感じでね、だから安定してねやっていけるかどうかっていうのがとっても大事なので、でまずはだからね、家庭菜園の人はもちろん月10万でそれでもいいわけですけどね、それは安定してできるかってことなんですよね。そこら辺がスタートです。大丈夫かな、だいたいよいしょよいしょ、これ運ぶのが大変なんですよ、重いからでひっくり返すわけにいかないしね、よいしょ。家庭菜園でね月10万稼ぐってね、ちょっとやっぱりハードルは高いんですよ。家庭菜園をずっとやってる人だったら分かると思うんですけど、ただね
やってやれない数字ではないんですよ、ね、だから絶対それをね目指してほしいんですよね、どうせやるんであればっていう、そういう話なんですけどもね。よっこらせ、どうしようかな、向こう持ってた方がいいな。よいしょ、よっこらせ、よいしょ。おう、これこの間巻いたやつか。あ、そうかそうか、そうだったすぐ忘れるんだよね。よし、よし、ゆっくりせ。ね、これで関東行かなきゃいけないんであれなんですけど、来週はね、だからちょっと忙しいですね。ズッキーニ植えなきゃいけなかったり、トウモロコシもまだ巻いてないですよね。いやー、もう気づけばね、ちょっとゴテゴテに回り始めてますね。まずいっす。はい、ということで、キュウリの2番手の種まきをしている動画でございました。さあさあ、もうね、夏が入ってきますね。夏野菜をまかないといけないですね。はいはい、よっこらせ。はい、以上です。それではまた。